ロジェクト東京ドールズドールハウス YouTube。 慣れないことばかりで、でも頑張らなくちゃ。はい、ドールズチーム A、 さくらこと CV 本土楓です。今回もよろしくね。なんと皆さん、今回は私からのリクエストでメイド服を着せてもらいました。やっぱりね、さくらはお料理家事得意ですからね、これがぴったりでしょうということで、可愛いメイド服着させてもらいました。そうなんです、今回、企画がまたあるんですが、このメイド服にぴったりでございます。そんな今回の企画はこちらです。さくらのさしすせそ、イエイ、パチ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 。はい、そう、さっき言いましたけど、さくらちゃんはね、家事全般が得意な非常に家庭的なキャラクターなので、その料理のさしすせそってのがあるんですよね。私はちょっと覚えてなかったんですけど、さくらちゃんなら絶対に覚え、さくら役だからね、絶対覚えてますけど、砂糖、塩、酢、背油、醤油、そ、味噌。背と素が本当にずるいと思うんです。もう子供の私にはわからない。でも皆さんはぜひ活用してください。私もいつか自分で料理を作る日が来たら活用します。さあ、ということで、さくらちゃんならどんなものの中にもあいうえおを見つけることができるはずです。なんでね、今回はテーマを引いて、それの何行かも引いて、そのあいうえおでやっていきたいと思います。怖いな、前回の1回目もひどい衣装を作ってしまったからな。じゃあまずはテーマを引いていきます。これにします。よいしょ。中学生男子ってこんなやつ。おー、面白い、いいですね、いいですね。では続いて行を引いていきます。わ、めっちゃ入ってる。そっか、そりゃ50個ぐらいあるんだな。よいしょ。は、は行です。はひふへほです。なんだろうな。はい、じゃあちょっと早速いってみようかな。あ、そうか、考える時間があるんだ、なんて優しい。じゃあ考えます。スタート。は、は、は、はって言われると、大人の皆さんが見てると思うから言いづらいけど、でもやっぱり中学生だから、はって言われるとハゲが出てきますね。ひ、ひ、ひ、人差し指、ふ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 、いける気がする。ちょっと私思いついているので、ちょっとこのままやっていこうかな。よし、じゃあ早速発表していきましょう。まずはテーマ、中学生男子ってこんなやつのハ行発表します。は、ハゲの人を見ると光を当て始める。ひ、人差し指を立ててひたすらこっちに向けてくる。ふ、二人以上じゃないと好きな子の前に行けない。へ、へを出すとみんなが自分以外を見る。ほ、本土っていう名字の人を見ると本土ちゃんのことを思い出しちゃう。はい、以上です。なかなかいいところ行けたんじゃないですかね。男子中学生ってね、やっぱ女の子よりも若干ちょっとまだ子供っぽさが残ってるイメージが私当時あったので、ちょっとそんな感じでやってみました。じゃあ次も行きましょう。じゃあまずはテーマです。2つ目のテーマ、こちら、飲み会あるある。大人になったな、成長しちゃったじゃないの。はい、ではこちらの行です。よいしょ。か行です。かきくけこということで、じゃあ飲み会あるあるのか行を考えます。スタート。かか、飲み会、かかかか、会費、きききき、きき、気分、くく、難しいな、飲み会か、いいでしょ、とりあえずやってみましょう。もうこれはなるようになれ。じゃあスタートしたいと思います。テーマが飲み会あるあるで、か行です。まずはか、会費が高い。払ったことないですけど。き、
気分が良くなってもたれかかる女子。砕けちゃったって言って絶対に座る人。大丈夫、大丈夫だよ私、かきくん。携帯をひたすら見る帰りたがり。この後暇って聞く男。イエーイ。私はどれも経験はございません。でもなんか私のイメージの中のドラマの飲み会ってこんな感じじゃないの。みんなブイブイやっちゃってんじゃないの。みんな女の子男の子には気をつけようね。ふん。お、まだいける。よっしゃ頑張るぞ。立ち向かうんだこのテーマに。じゃあ次はこのテーマです。ハリウッド映画あるある。難しそう。でもハリウッドなら何でもありそうだな。じゃあ行はこれにします。よいしょ。和行ってことは和を、うん、お少ない。わー、これは決めない。じゃあちょっと考えます。ハリウッド映画あるあるの和行を考えます。和、ハリウボリウッドじゃないですもんね。ハリウッドですもんね。和か。わーわーわー、ワイルド。わ、お、お、もうありますよ。待って、これしりとりだとダメなんですよ。うんから始まるのやらせちゃう。わー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 、お、お、ん、よし、行きましょう。では発表したいと思います。テーマ、ハリウッド映画あるあるの和行です。和、ワイルドなおじさん超強い。お、お前が犯人か、お前が犯人か、いやお前だっていうやりとり長い。うん、うん、って喋り出す超美人な女優さん、大抵スパイ。さあいかがでしょう。思ったよりいいんじゃないですか。頑張ったぞ私。ハリウッド映画いいですよね。でもボリウッド映画ってものを英語の授業で習った時に面白かったです。映画たくさん見ていきましょう。はい、ということで、みんなもぜひこんな感じで作ってみてくださいね。飲み会で、それこそそう飲み会とかで盛り上がるんじゃないですか。へいへい。ということで今日はここまでです。ドールズチーム A、 さくらこと CV 本堂楓でした。